落ち着け。あんた、よかったよ。あんたはまともなお人だよ。あんた、何か聞きたいことがあるのかい？ただ、すまねえが、俺はこのまま籠かぶったままでいさせてくれ。この村、オラにもよくわからねえ。オラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。 喉が渇いて、たきっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒樽はすぐ空になる。仕方なく皆池や川の水をすするんだ。 けどな、飲むほど喉が渇く。喉が渇いて渇いてたまらなくなるだ。この村の者たちどうなっている？わからねえ。ただみんな火をこわがる。 頭がぼーっとしてる時は、オラもそうだった。あのなかなか消えない火、今思い出してもゾッとする。消えない火。漁師の犬彦のやつが松屋に燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松屋には長く燃えるからな、全く忌々しい。 犬彦は村の花つまみ者だ。獣の肉な。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家、池の向こう側さ、どんずまりに犬彦の家。神主とは？神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、 水源に近いお社にいらっしゃるぞ。神主様はおっしゃってた。皆で都人になろうぞってな。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。ん？都人ってなんだろうな。そうかい、オラは。
あの調べに気を取られ、きっとこの先にあのやはりわしを待っておったのじゃな。 それがわからぬのが会えずとも、せめて知りなれど、頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、サクザ様はいずこです。知らぬ。 ああ、どうして皆隠すのですか。
代わりにあの子をよこしてくれた。そこにいるのですね。そこにおるのは、忍び殿には礼を申さねば。礼だと。あの女僧者を連れてきてくださったであろう。ついさっきわしを撫でながら調べを聞かせてくれた。今までとは違う子守歌のような安らかで温かい調べじゃ。奏でながらこう言うてくれた。よく来てくれましたねと。やはりわしを呼んでおったのじゃな。忍び殿、これをもらってくだされ。わしは何をしている？どうじゃ？おお、よいぞ、溶けてきたぞ。じゃが足りぬ。なみなみ、次は次。さあさあ、皆の衆。さあさあ、飲め飲め、振る舞い酒ぞ。さあさあ、
皆で都人に。ああ、どうか松座にお加えください。やはりこの都。